皆さん夏休みはいかがお過ごしですかってちょっとさらっと言ってみたんですけども、いやもう皆さんお久しぶりです。今日はかれこれ2週間ぶりですね。2週間ぶりにちょっとメイクをしたいと思います。でも YouTube 始めてから2週間もメイクしない日があるなんてことはもう全くないので、もうこんなにメイクしなかったのっていつぶりだってぐらいなんですけど、実際に買ってね、動画で紹介したいなと思ってても全然で紹介できてなかったものとかもあるので、全部プチプラコスメでちょっとメイクをしていきたいと思います。はい。もうね、自分の顔をね、鏡でね、しっかりこう見るっていうこともこの2週間もなかったので、なんかもうね、肌がカッサカサで、びっくりしましたね。ここのニキビが消えてた。もう早速ね、メイクしていきます。まずね、下地はこちらのセザンヌの UV ウルトラフィットベース N01 番の、ブルーのね、下地を使っていきます。こんな感じの薄い水色のね、下地なんですけど、これ保湿力もまあまあある感じなので、ちょっと今乾燥しちゃってるのでね、これを塗っていきたいと思います。あ、顔になんかこう、化粧品塗るのも、すっごい久しぶりだわ。なんかさ、久しぶりにメイクするとさ、いつもの感じとなんかこう違うなみたいな風にならない？ほんのりね、ちょっとこうくすみをブルーなので飛ばしてくれるような感じですね。で、これ結構伸びもいいので少量でいいかなと思います。一応ね、美容系 YouTuber なのにもう髪の毛もめちゃくちゃプリンやし、ネイルもねちょっと伸び伸びで家出れなくて、その買い物に行けてないので、もうずっと食べ物も出前とかその頼む系ばっかりでね食べてるので、ちょっと太りましたね。もう体重計乗ってないからあれだけど、太った後はもう顔がなんか肉がついたなっていう感じがする。で、ファンデーションはこれ見したことあったかな？キスのマットシフォン UV リキッドファンデの01ライトピンクオークル使っていきます。で、キスのね、このファンデーションはマット肌にしてくれるんですけど、結構伸びも良くって綺麗なお肌に見えます。セミマットみたいな感じですね。半顔ずつ伸ばしていきます。インスタの方にね、少し書いたんですけど、手術服みたいな、エリザベスウェアっていうんだっけな、なんか手術服っていうのをね、着ているんですけど、それ着てるから、傷口とかね、舐めたりすることはないんですけど、他は外れて、今お腹だけね、管がついている状態で、で、私が何時間おきにお水を抜いているんですけど、病院でのストレスがすごいっていう風に聞いていたので、退院してからは、なるべくこうね、ストレスフリーな環境で過ごさせてあげたいなと思って、最初はね、アルちゃんのこともあったから、ゲージででね、過ごした方がいいかなと思ってたんですけど、そう、これね、すごい可愛かったのが、ルイちゃんをこう、いつものね、キャリーに入れて、お家帰ってきて、アルはその時、キャットタワーのいつもの大好きなこういう丸いカゴの中で寝とったんですけど、もう何日間もルイちゃんいなかったから、ルイちゃん帰ってきたよって言って、キャリー開けて、ルイが出てきた時に、こうやって、みたいな、なんかもうすごい二度見して、こうやってスリスリスリってすり寄ってって、帰ってきたばっかはやっぱり疲れてて、もうずっと寝たきりのルイちゃんだったんですけど、ずっと横でね、こうやってルイを見てて、で、顔のところをちょっとこうやってペロペロって毛づくろいしてあげてて、お水を抜くときも近寄ってこなくって、お利口さんにね、見ててくれて。だからもうね、見てるときはもうエリザベスも外して過ごしてるんですけど、お洋服からこう出てる腕の部分とか、すごい毛をね、ペロペロ舐めちゃうんですよ。毛づくろいしちゃうのね。こんなもんの？毛玉をね、吐いちゃって。猫ってすごい毛づくろいするから、毛玉をね、なんか排便で出すみたいなんだけど、何度かこう、大きな毛玉をね、吐いちゃったので、私もこう、一生懸命見えてるところをブラッシングしたりするんですけど、毛をね、病院で飼っているので、ところどころこう、なんて言うんだろう、毛がないんですけど、ストレスで毛が抜けたりとかってあるんですかね？なんかね、すごい毛が抜けるんですよ、今まで以上に。お洋服着てるからよりこう、キュッとなっているんですけど、なんかすごい毛が抜けるから、細細になります。コンシーラー、ストレスでね毛が抜けるっていうこともやっぱり人間もねあるから、動物もあるのかなって。なるべくだからストレスがないようにってね、私もこういろいろ工夫してやってるんですけど、で今ね心配だから、私も退院してからずっとねリビングで寝てるんですけど、ちょっとこれ私どっちの色が自分で使ってたか忘れちゃったんだけど、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーを使っていきます。これ、あ、そうそうそう、でね、このファンデーションマットすぎなくて、ほんとセミマットっていう感じですごい綺麗に仕上がりますね。ちょっと今ニキビを発見したので、これだけでもめちゃくちゃ綺麗に仕上がるので、下地にファンデなしでこれだけでも
めっちゃいい。なんかね、キャンメイクでね、あの新しく発売したねアイブロウがあって、ここが繰り出し式のペンシルで、ここがこういうスクリューブラシと、こっちがこういうパウダーみたいな、なんかエクセルのアイブロウみたいな感じのやつが出たんですよ。これちょっと使いたかったんで使ってみます。なんか私こっちの眉毛だけがね丸っこいんですよね。手の甲でちょっと試し描きした時硬いかなって思ったけど、全然硬くない、スルスル描ける。眉毛生えてるからね、結構パウダーの方を眉頭に使ってみる。パウダーの方もしっかり色つきますね。ここでぼかす。なんかさ、久しぶりにメイクするとさ、眉毛全然うまく描けない。みんな夏休みどっか行ったりしました？もうちょっと外出るだけでもうフラってね来るぐらい、もうめちゃくちゃ暑くて、もうなんかなんていうの、痛いの肌がすっごい。あ、キャンメイクのさ、このパーフェクトスタイリストアイズの新色、限定色かな、これチップ変わってる。ほら、両方ともこの大きいのとちっちゃいののチップになってる。なんか前はね平べったいねブラシだったんですけど、両方チップになってる。これからこっちなのかな。この19番と、あとこれちょっとまだ開いてないんですけど、セザンヌのこれも新色のトーンアップシャドウの新色の07番、06番のあのオレンジ色以来の新色だよね。レッドブラウンっていうちょっと赤みのあるカラーで、秋色っていう感じでね。こっちもちょっとこう赤っぽいカラーかな。で、あのもう一色これ出てて、ブルーの方はもうちょっと夏っぽいカラーやったんですけど、こっちは赤みのあるようなカラーですね。見にくいですけど、薄いねベージュ系のハイライトのカラーに、こちらが真ん中の濃いめのブラウンですね。で、こちらのカラーが結構赤みの強い締め色ってなってます。で、これ今結構がっつり出しちゃってるんですけど、こんな感じでぼかして使うともうちょっとこう柔らかく使える。ガッツリ出すと結構濃いけど、薄めにこうぼかして使うと結構使いやすいんじゃないかなと思います。ラメがすごいキラキラ、なんかゴールドっぽいラメが入ってますね。はい、こちらがキャンメイクのアイシャドウで、ここが一番薄いねカラーなんですけど、綺麗なベージュ系のカラーで、ここがねブラウンのカラーなんですけど、これねすっごい可愛い、こう赤みのあるようなブラウンですね。さっきのセザンヌの締め色のカラーとちょっと似てる色かなと思います。こっちの締め色の方はあんまりラメ入ってないカラーですね。しっかり濃いめの赤茶ですね。パーフェクトスタイリストアイズ、真ん中にラメが入ってるんですけど、これがラメのカラーですね。今回のラメはちょっとベージュ系のラメなので、どんなねアイシャドウと合わせても使いやすいカラーだと思います。めっちゃキラキラで可愛い。系統がどっちも赤系でベージュっぽいカラーも入ってて似てるので、すごい相性もいいかなと思ったんで、両方今回持ってきたんで両方使っていきたいと思います。てかセザンヌのさ、この後で使うけどハイライト、これ私まだ01番で、02番がどこに行っても見つからなくて、最近はまああれ見てないけど、薬局でも見たことないし、で Amazon に売ってたからね買おうかなと思ったんだけど、元々の値段の何倍もなんか高くて、なんでかわかんないけど欲しいのにね全然見当たらないの。あれなんか店舗も限定された店舗だけでしか売ってないみたいで。さあ、じゃあまず最初にキャンメイクのこっちの、あ、こっちからですか。こちらの端のベージュカラーをアイホールに入れていきます。パール加減がすっごく綺麗なんですけど、とってもね馴染みのいいカラーなので、どんなアイシャドウのね最初に合わせても使いやすいと思います。涙袋に入れたりしてもすごいびっくりと見えるカラーですね。しっとりとしてて粉っぽくないのと、発色がとっても綺麗で、このパール加減がめちゃめちゃ綺麗ですね。で、結構真ん中のアイシャドウがさっき使ってみた感じで結構濃かったので、キャンメイクのこのカラーをメインで使っていきます。二重幅にとこう赤みのあるブラウンなので柔らかい感じになってめっちゃ可愛い。うん、すっごい綺麗ですね。この真ん中の色をちょんと取って、ここら辺ですね、ちょっと際あたりに薄く目頭側に、せっかくなのでね、ちょっとこの赤みのあるこっちの締め色のカラーを使いたいので、ちょっと手で押さえて、この目頭のところにポンポンポンとくる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 。そしたらキャンメイクのアイシャドウのこの真ん中のラメを、これめっちゃ可愛くない？このラメ色もさ、馴染みも良くてどう？で、指にとってちょっと中央にだけ。このラメすごいいろんなのにね使えそうです。めっちゃ可愛い、キラキラキラって
このね目尻に合わせて下も同じセザンヌの赤シャドウ、これをこう動かします。このブラウンを少し黒目の下に、はい、こんな感じ。濃いめのブラウンをでもほんとキワキワに入れていきます。アイオープニングライナーのカーキ使ってメイクしてほしいってねコメント来てたので、これちょっと持ってきたんですけど、今日ちょっとね赤系なのでちょっと相性かなと思ったので、ちょっともう一個持ってきてたこっちのキャンメイクのクリーミータッチライナーの02番にしたいと思います。また今度このカーキ使ったメイクもねなんか考えてやってみますね。このキャンメイクのアイライナーはすっごい極細でめちゃくちゃ柔らかいのでね、スルスルっとかけてすごく気に入っています。減りもねちょっと早いんだけどね、後でぼかすのでそんなこうしっかり引かない、こんな感じちょっとだけ引いたら、ぼかしていきます。なんかさ、あなたの番ですのさ、前回すごい衝撃的な終わり方したよね。あのストーカーのさ男の人がさ、ブールでーすって言ってたやん。他の方の考察とか読んでみて思ったんだけど、やっぱり私はねちょっとなんかさ、あの人が怪しいんじゃないかなって思ってる人がいるんですよ。でもあれは本当になんかこう頭使うよね。いろんなことがさ、本当にこれがヒントになってるのかっていうところがあるからさ、すごくこうみんなの考察を読むのがねめっちゃ楽しい。なんか私ね、まつげがねどんどんなくなっていくの、なんでだろう。本当なんかスカスカになってきちゃってまつげが。でまつげ美容液を買ってみたんですけど、まだ試せてないの。ちょっとね一回止めたらねちょっと忘れちゃってたんですけど、録画ボタン押すの。マスカラはこちらのラッシュニスタのブラウンブラックっていうカラーを使っていきます。でこれがもうブラウンとブラックの中間のカラーで、濃すぎず薄すぎずっていう感じのカラーなんですよ。で今ちょっと固めだけねもう塗ったんですけど、こんな感じの色味です。可愛いでしょ、すごくお気に入りなので。今回アイシャドウが茶系の赤茶系なので、こういうねブラウン系にしました。でもブラウンだけどブラウンブラックなのでぼやぼやっとしすぎてないかなと思います。でこれからこっちの目を塗っていきます。よかった途中で気づいて。特にこっちの右目が今まつげがないので、ほんとスカスカ悲しいまつげで、このマスカラすごい繊維がたっぷり入っているので、ボリュームっていうよりはロング効果のあるマスカラですね。でもう一回乾いたらちょっと再度ビューラーをしていきます。私なんかマスカラコームをこの前ねなくしちゃってないんで、今買わなきゃいけない。ハイライトはこちらのさっきも話したセザンヌのハイライト01番ですね。久しぶりに化粧してる自分見た。これのさ、もうほんとさっきも言ったけど02番ほんとに早く見つけたい。鼻筋とこれと似た感じのこのパールグロー系のチークが出るんですよね。でそれもすごくこうツヤツヤの私好みな感じのチークだったからめっちゃ欲しいんですけど、なんか見つからなさそうだなって思って。ハイライト、鼻筋と目頭と、あとここあとちょっと頬の内側も、今日ちょっとベースがマット系なのでハイライトでツヤツヤを足します。とこれもね新作なんですけど、キャンメイクのシェーディングの04番が出たんですよ。アイスグレーっていうカラーだったかな、結構グレーっぽいカラーなんですけど、これがねなんかこんな感じの色です。ちょっと珍しいですよね。どっちかっていうと結構こう黄身のあるようなものが多いので、すごいめっちゃ鼻筋影できた。馴染みが良くて自然に影が入れれるけど、結構暗めなのでがっつり入れちゃうとちょっと濃く見えちゃうから、ぼかしながら使うといいです。完全にマットなタイプなので、そう、私はシェーディングはパールとかラメとか入ってないのが好きなのでいい感じで。チークはですね、こちらのこれもキャンメイクなんですけど、キャンメイクのグローフルールチークス、11番、これがねチャイカラーっていうカラーですごい今人気らしいんですけど、なんだっけ、ローラメルシエの私も大好きなチークあるんですけど、そのチークにチャイっていうカラーがあって、でそれがねもう本当に発売当初から大人気らしくって、チャイだけが入荷されてなかったんですよ。だからもうすごい人気みたいなんですけど、それにめっちゃ似てるっていう風に噂になってたやつです。私はまだチャイを使ったことがないのでちょっと比較できなくて申し訳ないんですけど、こんな感じの色味です。かわいい。ツヤ系、パールが入ってるタイプです。グローフルールチークスめっちゃ好き。
あら、かわいい。めちゃくちゃ馴染みがいい。なんかね、ピンク、ブラウン、ベージュみたいな感じ。あ、めちゃ可愛くない？私こういうベージュ系のチークとかって使ったことなくて、いつもね、どっちかっていうとこう色がはっきりした色っていうのかな、多かったので、こういうなんかね、ベージュ系のカラーは初めて使ったんだけど、めっちゃ可愛い。これからのこの秋とかにも良さそうだし、一色ずつ取って色を、ね、調節してます。ちょっとね、混ぜようかなと思ってこっちも持ってきたんですけど、これだけでめっちゃ可愛かったから、これだけでいい感じ。ちょっとだけハイライト足そう。このハイライト、よし。この前ね、リップスで紹介したステイオンバームルージュ、これも可愛いんですよね。すごい新色でオレンジっぽいカラーで、これも可愛いんですけど、ちょっとこちらにしよっかな。キャンメイクのメルティルミナスルージュの03番ですね。これだけでも可愛い。ちょっとチークがベージュ系なので、ちょっと濃いめにしようかなと思います。これをちょっと薄めに塗って、オペラの01番シアリップの、アイラインを、もう一回描いていきます。完成。あの、2週間ぶりに自分の顔をね、まじまじと見てメイクをしたんですけど、やっぱりね、日にちが空くとね、いつもの顔となんか違う感じに仕上がりますね。まあ、使ってるものも今回初めてのものが多かったり、色味とかもね、普段自分がこう、毎日使いするようなカラーとはちょっと違うっていうのもあるんですけど、なんかちょっといつもと違うっていう感じな。でも自分しかわかんないくらいかもしれない。はい、こんな感じです。他の患者さんで保険証だったりとか診察カードとかいろいろこう、何、まとめてポーチに入れてる方がいて、あ、それすごくいいなと思って、でるいちゃんもその今までのその何、血液検査の結果やったりとか、私もねちょっと欲しいなと思って押して帳ケースってやつを買ったんですけど、想像以上にでかくって、なんかもうノートレベルめちゃめちゃでかく、私のなんか想像ではパスポートぐらいの大きさをイメージしていたんですけど、これジェラピ系のねセールでね、すごい安くなっていたので買ったんですけど、めちゃめちゃ大きくて、なんかこれだったらちょっと私普段ねカバンがちっちゃいので大きいバッグじゃないと入んないなって思ったんですけど、たくさんの収納があって、ちっちゃいポーチもついてるし、いっぱい収納があってね、ものすごい形もなにしっかりしてて、こう曲がるあれでもないので、すっごく使いやすいなと思うんですけど、めちゃくちゃ大きいのを買ってしまいました。でもまあ大きいのであるのも入るし、もらってるお薬なんですかとかね、いろいろ言われたりするやつとかも、こう一つにまとめておくと、もうこれ持っていけば安心っていうのができるので、ちっちゃいならいいよねと思って。ゆうちゃんもあのルイが退院して会いたいって言ってね、うちに来てくれたんですけど、あるってなんかそんなにゆうえにべったりしてたイメージがなかったんですけど、もうめっちゃべったりになっちゃって、あのゆうちゃんがね、あの寝室の方に行ったりすると、もう寝室の前でもうミャーミャーミャーってね、出てきてみたいな、もう叫ぶぐらいのもうでかい声で泣いて、あーちゃんがなんかやったらね、急になんかこうベタベタしだして、だからちょっと私にはわからない、なんか男同士のなんか絆が深まってるみたいでね、あーちゃんそこで今寝てるんですけど、それがね可愛くて仕方ないみたいです。やっぱりメイクはね、久しぶりにすると手順とかもね、何からやったっけって忘れることとかもあるし、下手くそになっちゃうんでね、定期的にねやんなきゃいけないなと反省しました。大丈夫かな。ちゃんとできてますかね。というわけで、最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画ももっと見てね。チャンネル登録お願いします。せいでした。バイバーイ。